はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。はい、今日はですね、ちょっと集計系の関数もやったんですけど、どうしても上司から即興で言われた場合にこの合計をすぐ出せとか、じゃあこの合計はあの合計はなんて言ってる場合には、当然 VBA もマクロも組んでる暇はないですね。関数もじゃあそれを即興でやるにはじゃあどうしたらいいのかっていうことを、ご紹介をしたいというふうに思います。今日はこれ、はい、ビボットテーブルっていうふうになります。で、僕だけですかね、このビボットテーブルっていうのを聞いた瞬間にウルトラマンエースのヒップルト星人を思い出したのが、はい、ウルトラ兄弟が全員がですね、ブロンズ像にされてしまって非常に恐ろしい会場だったんですけれども、まあそんなことはどうでもいいですね。はい、ちょっとビボットテーブルにして、ご紹介をしたいと思います。で、今日はそうですね、競馬のコンピ指数とレーティング指数の、相関関係についてやっていきたいと思います。まあ、そんな大した動画じゃないんですけど、もうさすがにね、ヒーローもの、クラシック作曲家もの飽きましたので、今日はちょっとコンピ指数を使ってやっていきたいと思います。はい、競馬ファンの方もぜひご興味があれば、見てください。はい、では行きたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、それじゃあやっていきたいというふうに思います。ビボットテーブルですね。これは私の動画で再三紹介した、コンピ指数を、ターゲットに取り込むとか、レーティング指数をターゲットに取り込むとか、いろいろあったと思うんですけど、これは私が、自分で加工してアクセスに、貯めているデータベースになります。で、コンピ指数、レーティング指数というのは、おそらく競馬ブックや日刊スポーツの方に著作権が帰属しておりますので、なかなか、全部お見せすることはできないですね。さっきのヒッポリト星人と同じだと思います。はい、じゃあ、ビボットテーブルなんですが、ビボットテーブルはこの挿入ダブというところ、挿入をクリックしますと、一番左側にビボットテーブルってありますので、これをクリックします。そうすると、Excel が勝手に判断をして、新しいシートを立ち上げてくれます。こんな感じですね。で、使うものは4つ、フィルター、列、幅、値というふうになっています。フィルターっていうのは、例えば、どこの競馬場でとか、成績が何着かということで、やっぱりフィルターをかけたいと思います。成績がわからなければ、意味が全くないのでね。で、コンピの、順位を、能力を、行に持っていきます。レーティングの、ものをこういうふうに、列に持ってきます。で、場名を値にします。と、こういうふうになります。はい、そうすると、総計が1万8000飛び76レースの中で、コンピ指数とレーティング指数が1着だった馬っていうのは717いるんだなっていうことが分かります。はい、じゃあそのうちの1着って何頭っていうふうにした場合には、189頭ということになります。パーセンテージでやったら26% ぐらいですか、 26%、27%、まあ、25% ぐらいなので、おそらく単勝のオッズで3倍を切った馬が1着に絡んでくる確か率っていうのが 30% ぐらいだったので、それほど信頼度は高くないということになりますね。はい、じゃあこれを、競馬場で見ていったらどうなのか、例えば東京競馬場だったらどうなんでしょうかっていうと、わずか12頭しかいない、49レースあって12頭、まあまあまあって感じですかね。はい、じゃあ中山競馬場でしたら、どうでしょうか。ほいと、中山競馬場の方が信頼度が明らかに低いですよね。じゃあこれちょっと、阪神だったらどうなんでしょうか。あ、阪神は結構、まあレースも多いからそうでもないですか。っていうような感じで、ポンポンポンと分かるわけですね。おそらく皆さんが、いろんな、業務をやってる中において、要はもう、なんかね、CSV ファイルをボーンと渡されて、じゃあちょっとここで、いくつあるか答えてだなんて言ってる時に、ビボットテーブルが使えばすごい便利なんですよね。例えば何日にどの商品がどれぐらい売れたみたいなことを上司に聞かれて、ああこれはこれです、ああこれはこれです、ああこれはこれですなんて言っていくとかっこいいじゃないですか。
ね、上司のくせにしてお前で調べろっていうような、こともあるかとは思うんですけれども、まあ、それを言ってしまうと、まあ、仕事にならないので、ビボットテーブルは絶対必要なスキルだと思います。で、今後は、ね、皆さんが何をしなきゃいけないかっていうと、結局はそれをいずれは会議で絶対聞かれるはずなので、サムイフ、カウントイフ、こういったものを、バーとエクセルで組んで CSV ファイル貼って、そして色をつけといて、ね、いつでもそれをキャプチャーしてパワポに貼り付けて、会議資料にできるだなんていうことを言うと、なかなかこいつは仕事ができるんじゃないかっていうような、評価になると思うんですね。で、さらには、まあね、あのマッキンゼーとかがよくやってる方眼ノートを使って、現在過去未来っていうふうに分けて、ここのあれはこうで、ここはこうでこうで、だから未来はこうなるからこうなんだろうっていうような、未来予測値もエクセルで、やれるとすごい便利だなっていうふうに私は思うんですね。あの今日皆さん、私競馬のことをやってますけど、覚えてほしいのはビボットテーブルの使い方なんです。わかりますよね、こうやって自分で欲しいものをやって、こうフィルターを、かけていくと、はい、こんな感じでね、こうだなっていうふうにすぐ分かるっていうことが、すごい重要なことです。で、あのビボットテーブルに関しましては、アクセスでもあるんですけど、私はなんかエクセルの方が直感的に使いやすいかなというので、アクセスのビボットテーブルはあまり使ってはいないです。ほいで、例えば今私が、何を研究しているかと言いますとですね、はい、皆さんも一緒に考えてみてください。このコンピ指数の、要は1位2位の馬って、これ1点でやらないとマイナスになっちゃうんですね。俗に言った通り紙っていうやつで、せっかく当たっても資金がマイナスになってしまうと。で、多数張りで貼ってって勝てるのって多分ね、私ね、コンピ指数3位ぐらいの馬だと思うんですよ。コンピ指数のが3位で、かつ、レーティング指数が3着の馬が何、どれぐらい1着できてるのかと。ちょっと調べてみましょう。ほいと。っていうと、27頭ですか。少ねえですね。で、27頭、全部の競馬場で。要は、まあまあ、そんなもんですよ。で、それをうまく、資金張りで、やって、まあ、多数となってもいいので、資金張りでやって、どう、資金分配でね、やって、どうやって1位になるかっていうことを考えてます、まずね。これは単純に、コンピ指数とレーティング指数というものしかフィルターにかけてないですけれども、ここに締め切り直前30分前のオッズを入れた場合にはもうちょっと信頼度は上がると思います。コンピ指数の3着というのは普通大体これは単勝3番人気ですので、その3番人気の馬が、1着に来る、オッズのゾーンというのが大体 5.6 倍から 8.6 かな、9超えるとなぜかしらその単勝3番人気のオッズが9を超えると、なんか1着にはあまり絡みにくいんでですよね、絡むとしてもそんな大層なものではないので、まあ、そこら辺を研究して、違うチャンネルでご報告できればいいかなというふうに思ってます。はい、ではパソコンの画面はここまでにします。ということで、ビボットテーブルいかがでしたでしょうか。はい、非常に便利なアイテムになってますので、どうぞ皆さんで使えるまでやりこなしてみてください。はい、それでですね、何回も言いましたけど、何回も言ってますけど、この世の中データベースから逃れることは絶対できないです。今僕が、別のチャンネルでやろうとしていることは、自分の中で思うんですけど、コンピ指数とレーティング指数がどういう関係になってるかっていうのを出した本では多分まだ一冊もないと思ってます。やってる人はやってるんでしょうけど、多分公開されてないと思います。それを公開していきたいなと。つまり、中山の、レースで、単勝3番人気かつコンピ指数が3位でレーティングが何、いくつの馬というのが、何パーセントの確率で絡んでくるか、あとはもうその、出現条件が自分で計算して、あとは資金配分だけで転がせることができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
これは近々チャンネルを開設したいと思いますので、そこでやっていきたいというふうに思っておりますので、まあ、そちらもぜひよろしければ見てみてください。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。ぜひご興味のある方、チャンネル登録コメント等よろしくお願いいたします。はい、今日はではこの辺で失礼いたします。さよなら。